のトレーナーのゆうじです。今うはですね、もったいない筋トレ10連発ということで、まあ、ジムなんかでもね、本当に見かけるね、うーん、頑張ってるんだけど、ここちょっとね、直したら、でもこれをやってしまうと、もったいないというね筋トレがあるので、まあ、こういうとこだけね、本当にね、もし皆さんが、もしもしですよ、やっていたとしたら、修正していただきたくて、このもったいない筋トレを10個ね、上げていきます。まず1つ目というのが ダンベルプレス腕伸ばしすぎというやつですね。ダンベルプレスをこういう風にまやっていきます。で、やっていく時にこれはぐっとここまで。ここまでまあ、つまり、ダンベルがもう当たるというところまでダンベルが当たるというところまで伸ばす。ダンベルプレス。 先日も言いました。もう腕が完全にまっすぐまで伸びきっている状態。で、この状態だと、まあもうね、この重力こっちに入ってるわけですから、腕が垂直で、重力は垂直。もう腕の垂直の状態で支えているんだけどこのバランスというかね、ここだけで支えている状態なので、大胸が一切関係なくなるんですね。まあ、これはまあ収縮したいという思いがあるのかどうか。ただ、ね、そこまで行っても実際の負荷はなくなってますから、収縮感を感じてないと思うんですね。要は、 ダ,ダンベルも上げたい上げたい上げるぞっていうことしかやっぱりイメージないと思うので実際にはそこではなくずっと負荷があるかどうか負荷がなくなったらあ行き過ぎっていうところだと思うんですけどそれを感じてないのでとにかく上げる。 上げるるるうになっっちゃうんですけど負負荷荷ががああところ負荷がある範囲伸びやっていくその中での収縮伸びるという感じでやっていくことが大胸筋をつくっていくことであるのでまで、あ、この伸ばしすぎはもうしないということもう自分では伸ばしすぎてないな足りてんのかなこんなに上げなくていいのかなぐらいの感じの本当に自分ではね6割ぐらいのニュアンスでやってるのがちょうどね伸ばしすぎない負荷がある範囲なので、まあ、伸ばしすぎは本当に気をつけてください。それから2番目というのがダンベルカールの 上げすぎ。上げすぎ。もうこれも基本的には同じですよね。前腕が垂直まで来てると重力こっち上からこの垂直の状態に乗ってしまって、二頭ゆるゆるな状態です。で垂直どころかね、こっちに来てる人もいるんですよ。こうやって、ふっと。 この状態、むしろこっち側に負荷がありますが、こういう状態は本当に二等の運動になっているんですね。これも負荷がある範囲のみだから、実際のところ下、下はね、伸びきる手前ぐらいのところから4分の3ぐらいですね。下から4分の3ぐらいで十分という感じ。 これ以上はいかないこれ以上はやっぱり肘が上がっている状態なので肘が上がるとどん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 電話が垂直になってきて負荷がない状態に入っていくんで、まあ、これを気をつけたいということ、まあ、ただしこれは絶対に肘を動かしちゃいけないのかというと、まあ、そういうことではなくて実際肘を動かす場合もあるということ それは、まあ、初心者から中級までの間の時には、肘を動かさないで、下から4分の3できっちりね、自分では動かさないぞ、動かさないぞって全力で思って、全力でやってるっていうぐらいがちょうどよくて、実際動かさないと思ってもちょっと動いちゃうぐらい。まあ、これぐらいならもうしょうがないんですね。でも自分では動かさないと思ってやってるぐらいが一番ちょうどいいということですね。で、上級者になると、あえて肘を動かすことがあります。あえて肘を動かす。 でこれは動かすことによって二頭筋の付け根の方をこの肘を上げることによって収縮するこの収縮感を作るためにやることがあるんですけどその際にも肘をあえて意識的に上げる際にも前腕をね前腕を垂直までしない 肘を上げたとしても前腕が垂直の手前で止めて負荷があるところでやっていくことでしっかりね収縮したところを作っていくとこれでも垂直に入らないちゃんと感じながらやっていくということが必要なのでまあその感じながらということがすごくね難しいところにはなってくるんでだから初心者から中級者の場合には肘を上げないつもりの下から4分の3これが一番間違いのないところですねそして3番目というのがまあこれジムのマシンになっちゃうんですけどもラットプルダウンの脱力 ラットプルダウンの脱力さっきは上げるとかっていうところ上げすぎる意識が強すぎるって言ったんですけど今度はラットプルダウンこう脱力なんですね結構これを脱力してしまうことがまあまあやっぱり見受けられるでこれ肘が伸びきった状態なんですね実際には実際にはですねこれね肘が伸びきらないです肘は伸びきるほんのちょっと手前の力入ってるんですよ逆にで力入ってるわけで伸びきらないけれどもこの肩甲骨が広がって上がる感じでグッと 引き,伸ばされる引き伸ばされるけどここが曲がってちょっと力入って止めてる状態ブレーキをかけてる状態なんで広背筋にもブレーキがかかってグッと力入ってる状態そこからやっていくということなんでこれが伸びきる状態になると後背筋も脱力になってしまうんでまあ肘は絶対伸びきらないということ。 まあ、あとこれに付随してですけども、ラットプルダーはこの引きすぎ問題引きすぎ問題。目いっぱい収縮しようと思って、目いっぱい収縮しようと思って、ぐーっとここまで下げるっていうのが、まあ確かに収縮はしてるんだけども、収縮はしてるけれども、最大限にこの持ってる負荷が、ここにかかった状態の負荷かどうかですね。でこれがね、このあたりから下っていうのは、収縮していても、ここね、ぐーっと下げてきてる度合いがものすごい強くなってきて、収縮してるけれども、 なんか、ここの時とこの時、負荷がもう変わらないというか、逆に、こっちの力が強くなって薄れちゃう感じがあるんですこっちの感覚が。だから、それだったら、初心者から中級者ぐらいの一般的なレベルで言うと、そこまでげない背中の収縮がおったらこれぐらい、これぐらい。まあ、僕がラットプルダウンをやってる時も、こう起きて、実際には背中の収縮だけで終わると、バーが顎か、顎のちょっと上ぐらいの高さしか下りないです。顎より下にはもう絶対いかないぐらいでやっていく。まあ、このね、 上で脱力しすぎない。下に下げすぎない。これもさっきのダンベルプレスがアームカラと同じように、負荷が逃げるところまでやらないところがすごい大事になってきます。そして4番目ですけれども、サイドレーズの時に肘がダンベルより下にある。まあダンベルちょっと持ってませんが、肘がダンベルより下にある。これはもったいないです。基本的にはこのサイドレーズ上げた時、トップではダンベルと肘と肩が同じ水平までというのが一番高い位置だと思ってください。 だから、ダンベルよりも肘が低いというのは三角筋が収縮してないです。三角筋の収縮は肘が上がってこそ三角筋が収縮するのでいくらダンベルを上げても肘がこれぐらい下がってたら収縮してないのでダンベル上がってるだけ上がってるだけ三角筋ではないということで、ね、三角筋を収縮したようなこの肘肘の先を上げるここですね。 ここまで来ることが大事ですね。まあトップではそれですけども、この下から上がってる最中の場合も、この辺りまではむしろダンベルよりも肘の方が高いわけですね。でこれがこのまま来ると、ダンベルと肘が同じ高さのここ。ここで収縮を確認してずっと使っていく。というこの感じですよこれがやってると意外とこういう感じになっちゃう。やっぱりこの感覚が強くなっちゃうので、ダンベルと肘が同じ高さの水平が目一杯最大ということ。ただしこれは三角筋がすごく収縮する人の場合。 まだまだ肩の取りが足りなくて三角形が十分収縮しない人の場合にはこれを無理やり上げようと思うとまた他の力が入ってくるんでまあ必ずしも水平まで上がらなくてもよくて自分が収縮したと思ったらこのぐらいの繰り返しでも構わないですねとにかくダンベルが上がりすぎっていうのはまあサイドレーズは気をつけたいですそして5番目っていうのは足取りが浅いということまあ足取レね例えばバックランジをやっていく場合に下げるのが浅すぎる下げるのが浅すぎるスクワットをやっていく場合も 下げるのが浅すぎて上しかやってないみたいな足トレの場合どこが一番重要なポイントかというとしっかり下げて太ももが水平近くまで来たあたりというのが一番負荷が強くかかっている状態そこを使わなければいくらね持ってる重さが100キロ120キロだったとしてもここだけでやってると結局その重さは60キロぐらいの今年がやってないみたいな感じですよ だったらもう6 0キロから7 0キロでもう水平まで下げるというスクワットをやった方が足の筋肉は発達してきます。 すっごいもうねやってても強くなるのはこのお腹体幹だけです、まあ、体幹トレーニングならいいけどねでもバックラウンジなんかでもしっかりね床につく触るまで行くことでしっかり使えるということ足の形が良くなってくるということでそこのきついところをやっていくからエネルギー消費がどんどん増えるので必ず床につくぐらいの深いところ、まあ、太ももが水平ぐらいまで来るような、まあ、そういうところまでやっていくのは足取りとしては一番メリットがあるポイントなのでそこまではしっかり下げていってくださいそして6番目ですけれどもこれは 首だけクランチ、首だけクランチ。クランチをやっていくときに、首だけ、首、首、首が曲がるだけで、おでこが上がってるだけで、全然腹筋が収縮してない、みたいな感じ。これは本当にもったいないです。お尻を上げて、背中を上げて、この両方が上がって、胴体が折れ曲がるから腹直筋が縮んで伸びて、というふうになってくるので、 このお尻と背中の両方を上げるというイメージをしっかり描いていかなければ上がりたい上がりたいさっきのダンベルトなんですけどそうするとおでこだけ上がっていって首の運動になってしまうのでまあこれはやはり胴体を折り曲げるというのがこの腹筋ではありますのでまあこのクランチのねまの英語では別名でトランクカールとも言いますけどだから体幹をカールさせるというねそういう動きなわけですねだからそれをやっていかなければいけないのでとにかく首だけにならないようにはしたいところです。 そして次によくあるのが腕だけワンハンドロー腕だけワンハンドロー腕だけワンハンドローというのは結構ありますもうこの全ての流れと同じですねダンベル上げたい動かしたい上げたいもうここら辺ばっかりなんですけどもこれもワンハンドローやっていくときにダンベル上げるダンベル上げるこういう腕だけこういうダンベルだけ上がっていって上がってはいるものの後輩筋これほぼ使ってないですもう使って今やってる感じのもっとにこことせいぜい肩の後ろの三角にこぐ どこのトレーニングをしてているか分からなくななくっちゃうんで、全然後背筋が使えてないあとはもう一個あるのがこ,こういう感じで体全体で引っ張ってしまって広背筋の運動になってないということね広背筋で腕の付け根を引く広背筋で腕の付け根を引くで広背筋を伸ばすというのがワンハンドローのやりたいところであるので広背筋の動きから考えてダンベルの動きを大きくしないという順序でやっていかなければこういう風なね背中が変わらないワンハンドローになっていくのでこれも気をつけたいところです そして8番目なんですけどもローイングで背中は丸いまあローイングまあいろいろありますまあダンベルバーベルでもこういうのがありますしまあマシンでもローイングでもねこういうふうなのがありますがまあそれは全部同じですけどもそれで背中が丸い背中が丸いローイングというのは結構見ますこっちのねケーブルのロープウリーでも背中が丸い背中が丸いという このロープリリをやってると、これ何をやってるか、ね、今これお腹が収縮してますよね。で、これをやっても結局、背中は丸い丸と背中の反りがなければ、背中は丸いままでは肩甲骨が一切入ってこないんですね。で、そうすると、この唾液だけを使ってるので、唾、ま、液、あ、だけを使ってると、俺はここをやるんだっていうね、その意識があるんだりいいですけど、そうでなくてなんとなくやってそれでも、もうもったいない話。これを反る のことによって肩甲骨も入ってきて広背筋のね下の方そして僧帽筋両筋全部ね背中の全体内側のあたりをしっかり使えてくるのでロープウリでも絶対丸めないでむしろこの状態で反った形を作れるそれによって肩甲骨がしっかり入ってきますのでとにかく背中は丸くならない背中を反った状態でのローイングをやっていくまあこれが重要にはなります。 そして9番目ですけど、まあ、もったいない筋トレというのは今のここまでは一つ一つのエクササイズに対してもったいないということを述べてきましたがこの9番目はもちろん全体大きく見ていきますそれはプログラムのバランスが悪いということですねこれもねよくあることで見えるところはいっぱいあって見えないところはあまりやらないここは注意したいです 例えば、大胸筋はすごくセット数が多いのに、例えばね、8セット、10セットやってるのもよく見ます。だけども、背中に関しては3セットしかないとか、まあ、明らかにバランスが悪いです。基本的には大胸筋と背中に関しては同じぐらいのセットをやった方がいい。 というかむしろ背中の方が多くて当たり前ですね大胸筋が8で背中が10ぐらいなまあそういうような割合でやっていくべきなぜなら背中の方は筋肉の数が多くて種類が多いわけですねだからそ,のそれをちょっと個別に違うね効く場所効かない場所いろいろ考えると背中の方がセット数多くて当然なんですけどただ一般的には大胸筋の方が2倍ぐらい量が多いというのをまあ見かけますまああとはね目の前に見えるこの二頭筋をやるのは多いですけども全く見えないこのお尻の辺りを 気をつけててやってるといいいうもう男性は特に皆無に近いんじゃないでしょうかだからそれは見えなくても同じだけねこのお尻なんかもやっていかなければバランスのいいかっこいい形の体にはなってこないんですねやっぱりなんかどこか偏ったらずんぐりした体になってきちゃうので見えないところをバランスよくやっていく、まあ、これが大事になっていきます。 それから最後10番目なんですけどもこれもちょっと大きな視野で見ていきますがこれは筋トレ全般をもったいないことにしないようにしたいということで栄養補強に無頓着ということですねこれも結構ありますトレーニング結構頑張ってるうわジムで頑張ってるなすごい頑張ってるな重いのもやってるしフリーウェイトもやってるし最後のギリギリまですごい眠ってぐってやってると言いながらも意外と朝飯を食べてないとかあるいは朝ごはんにタンパク質が入ってないとか まあ朝ごはんじゃなくて昼がそばだけとかタンパク質がないということ、ねまあこうなると栄養が足りないですよね、まあ、あとはそれだけ筋トレを頑張ってるのに毎晩お酒を飲むとかもうお酒を毎晩飲めばせっかく体が回復しようと思って作ろうと思って一生懸命ね内側で作業しようと思うのを止めてしまうことになりますからもう毎晩お酒を飲むのはやっぱり筋肉を作るためには本当にもったいないことですよさらにですよ、まあ、ちょこちょこあるんですけどジムでグーッと頑張ってやってるのに実はタバコ吸ってるとか。 実際に僕が見たのはさっき10分前ジムでグーッて一生懸命やってる男の人がその10分後に僕がジムの2階から窓からふと見たらそこの横の遊歩道のところでプカプカタバコ吸ってるんですよ。今グーッてやったのになんでそこでタバコ吸ってんのみたいな感じのことを本当にショックでしたよねだったら最後はそこ頑張んなくてよかったんじゃないのその8割ぐらいでやめてもよかったんじゃないのみたいな感じでしたよね。そここはややっっぱりやってるるとをを無駄ににししないために栄養を正しく取る 抜かないそしてお酒とかタバコもやっぱりね気をつけていくまあタバコは基本的にはまあいらないですねまあいらないですでお酒に関しては本当にねすっごく抑えて人と集まる時だけぐらいにしなければ本当にね筋トレやってる効果とかあるいは体を絞りたいと思う全然足ち氷落ちないとか本当にね労力の無駄になりますのでまあここは気をつけていきたいところです、はいまあ、そんな感じでね10個の項目ありましたけどまさか当てはまってないですよね大丈夫でしょうか はい、もし、ね、当てはまっていたらぜひ、ね、早く今すぐ修正してください頑張っていきましょうチャンネル登録もよろしくお願いしますインスタの動もやってますのでフォローよろしくお願いしますパーソナルトレーナーのゆうでした